さあ今から約2キロ、2キロ強だな。この坂です。もう押すしかありません、1時間もうちょっとかかるかな。1時間ぐらい。もうね、帰りだから想像がつくんでいいんだけど、もう来るときは、特に向こうから来るときは4キロにわたって上り坂だから参ったけど、まあいいや、自分でそれこそ来ると言ってきたんだから、まあ1時間強でかかると思うけど、ぼちぼち行きます。そして眼下に見えるのがこの海。すごいね、この景色がやはりこの島の財産ですね。さあ行くぞ。頑張れ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 。ここの坂道はもう、さあこれで終わりかって思うと、まだその先が延々と続くんだよね。それがすごいんだ。まあせいぜい頑張ります。ああトンネルまで来ました。ああすごい、1時間の予定が30分で上がってきた。この光景、これが長浜です。こんだけ登ってきた。しんどいしんどい。いいね。旅は長く遠く肩の荷重く、時に耐えかねて歩み、あ、後ろがついてなかった。後ろをつけとかなきゃ。あ、ついてるか。OKOK。1、2、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